民間でもすごくいい施設もあれば、ちょっとブラック保育園っていうところもあって、エントリーする前の段階でもうそれは無理です、安心して預けられる保育園っていうのが増えていけば2人目も欲しいなっていうふうに思える。量的な拡充っていう点についてもなかなか進まない。財源ですね、もうそれに尽きる。おのずと保育の質がまあ低下してしまう。3歳の子20人に職員1人しかいない、まあ、潜在的待機児童、そういった人をカウントすると 6.7 万人というふうにも、まあ、国は言ってはいるんですけれども、本当は待機児童何十万人単位でいるんじゃないかな、定員を増やさなければ入れないということで、保育の量を拡大しましょう。民間に任せると半分ぐらい人件費でやってくれるの でそこで、まあ、なかなか質を担保できる量が確保できない。保育園落ちた日本死ね問題から、はいはい、端を発して、まあ、実際に保育士の待遇を良くしよう。それだけで食べていけない給与水準ってどうなんだろうな。賃金の格差をきちんとなくしていけば、本当に違いなく、まあ、公立私立問わずに安心して預けられる。いつ例えば見学に行ってもこういう保育をしてますよっていうふうに見せてくれるところ、子どもに対する愛情とやっぱ質を高めていただきたいなとは思いますね。生活保護が大人のセーフティーネットだったら、保育所は子どものセーフティーネットだって、そのためには保育士が笑って生活できる仕事環境が大事。試算をして、うん、保育児童などに今お金をかけることによって、うん、実は将来的には税金が増えるんだと、うん、要は人材育成につながる。安心して預けられる保育園っていうのが増えていけば、お二人目も欲しいなっていうふうに思えるんですが、個々の皆さんの声を上げるしかない。政治家いろんなしがらみがあるので、でもそのしがらみを断ち切るのは唯一世論。待機児童ゼロにしますとか、保育施設増やします、財源確保しますってどの党も言うのに、それを実際じゃあその選挙が終わったらどれだけ実現してくれてるの。何かでこう発信する、それが、まあ、政治を動かして財源確保につながる、まあ、一番の方法かなというふうに思っています。7万以上の人が潜在保育士って免許を持ってるけど働いてないんですね。でその方たちがやっぱり戻りたいって思える職場になってほしいと、私もこういう立場の人間でアピールしていきたいなと思っています。少しでも見えるようにしていくことによって、社会の何だろう、鬱憤というコップがですね、どん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 水が溜まっていくみたいなことで世の中が動いたりすることもあったりするので、いろんな部分で発信をしていただけるといいのかなというふうに思います。